やってて、お肉をゲットすべく山のギフトを集めてるので、チャレンジからもらうことができますので、ぜひ山のギフト持ってる方がいましたら投げてくださるとありがたいです。よろしくお願いします。はい、山の方が、海は、サーモンとかあったら海にしようかなって思ってたんだけど、私あまり海鮮で食べれないものが多いので、アレルギーとかがあって、なのでお肉がもともと好きなので、山派にしようと思って、お肉のある山にしました。嬉しい。すごいあれなんだね、お金かかるギフトの方はパーパーパーって出るんだね。ありがとうございます。ぜひ持ってる方は山を投げてくださると嬉しいです。お願いします。かおりちゃんの配信でランリーの話題が出てよ、ランリーさんめちゃくちゃ可愛いって。そうやった、ありがとうございます。かおりちゃん、かおりちゃんは多分4つくらい年上かな、お姉さん、お姉さんだけどすごい可愛い。かおりちゃんということで、まあ今日は1週間ぶりのジブリデイということでしてよ皆さん、まあジブリ作品を、まあ、一緒に見ようということなんですけれども、本日は、まあ、隣のトトロを見ましょうということで、今日も2時間から3時間配信するのかな、そうですね、まあ、2時間半くらい、言うて4日だけどね。そうだっけ、ジブリ見たのがすごいこの前の気がするだけど、私だけですかそれは。結構前見たんじゃないっていう気がしますが、本日は隣のトトロということで、いつもでもジブリ見るとき120分とか、まあ、2時間ちょいが多かったんですけど、今回のジブリは86分、本編が86分ということで、全然いつもの半分くらいなので、みんなで見たらまあすぐ言われんじゃないなっていうくらいのだと思うので、まあみんなでね見ていきましょうということですが、トトロは肩の力抜いて見れるからいい。トトロ見たことないってやばいよね。多分そんなにキョトンとならない。よかった。何分から見ようかな。で今6分なので、じゃあ切りよく10分から見よう。ちょっと私もなんか DVD が開かなくて電源入れたんだけど、ちょっとまだセッティングできてないので、意地でも開けないと見れないので、18時10分から見ます。18時10分からジブリ配信、隣のトトロです。
みんな借りてきてくれたかな。一回ね、この前ちょっと不具合が起こったので一旦拭いてから入れます。よいしょ、借りてきた。そう、 DVD がたまにご機嫌斜めになっちゃうので、よし、撤収した。もう見れる状態にはしたので、とりあえずカルピスが飲みたいので、お菓子は今回は食べずに、飲み物をカルピス。映画でね、やっぱ飲み物とか必要じゃないですか。だからカルピス飲みます、今日は。カルピスは原液で乗って割って飲むのが好きなので、カルピスを飲みます。みんなも何か食べ物だったり飲み物だったりを用意してね。よいしょ、バッチリ美味しい。お菓子はさっきちょっと少し食べちゃったんで、ご飯も食べれなくなっちゃった。お菓子食べすぎると。お菓子は食べません。よし、ということで10分になったということで、早速上映していきたいと思いますが、皆さん準備はよろしいですか？準備よろしいですか？では再生していきたいと思います。再生まで10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、再生。みんな再生ボタンを押してください。私も押します。スタート。でスピーカーをつけます。本日もスピーカーつけないと。つけます。やばい、つながってない気がする。
大丈夫ですか、音。あれ、ジブリ仕様になってますか、音。え、音聞こえる？音聞こえる？今どうだろう。こもってる？よかった。すごい、トトロ嬉しい。始まりました。なんかトラックに乗ってる車かな。でもさ、意外とさ、普段は2時間くらいあるけど、今日は1時間ちょいだから、1時間20分くらいだから、意外と展開がすごい、あっという間に、あっという間そう。みんな、リストもありがとうございます。5級案件。姉ちゃんは何歳なんだろう。姉ちゃん、何歳なのかな。姉ちゃん12歳、姉4歳。嘘、弟と同い年。弟と同い年。弟、こんなに喋んないけど。
354日、ありがとうございます。私も今すごい自然があるところに行きたい。わかる気持ち。みんなで引っ越してきたってこと、このうちに。そういうことだよね。めいちゃん元気だな。うん。なんか変な物体がいっぱいいたね。真っ黒くらっけ。これが階段？すごい。こんな。あ、どんぐりが落ちてきた。
マックロクロスケがいっぱいいる。ウニみたいだね。何者？マックロクロスケ。お父さん耳のやばくないか？ メイちゃん捕まえたのかな、クロクロして。いなくなってる。若い子にしか見えない？真っ黒クロスケ？坊やが来た、坊や。カンタ。カンタ。
みんなでお風呂入ってんの。ポニョみたいだな、メイちゃん。クロスケたちが移動して。どっか行ってるよ。どこ行ってんの？お引っ越し？かわいい、ちゃんと陽気用意してるの。トトロはまだかな。探検しよう。林の奥まで。こんにちは。お母さんもちゃんといるんだね。病気？心配してたの。お母さんが嫌いだと困るなって。ね、ちょっとメイは。え、怖くないの？
メイの髪の毛、さっきも言ってあげてるの？やぶよ。いいね、メイ。メイのお姉ちゃん、すごい怒るよ。メイのおとなしくしないからね。さっき、おいで。ちょっと短すぎない？私、この方が好き。あ、メイの、メイの、だんだん。相変わらずに好きってね。私の子供の頃とさ。これかわいいのお姉ちゃん。トトロを似てる顔になってる。いいじゃん。めっちゃかわいいみんな。すごいこの歌どっかで聞いたことある。お姉ちゃんもサツキって呼んだ。サツキとね。お父さんは小説家か何か。北の玉。え？待って。お邪魔タクシー。歩き方。何これ。どんぐり。
何これ。あ、透けてる。あ、いた。なくなっ。トロ、これ。あ、どんどん。あ、全部渡した。何この穴。どんぐり、光って。かわいい。ちょっと。
なんだ、わかんない、名前が。みーちゃん、天才？この鳴き声がトトロに聞こえたからトトロだっけ？そうなの？ここからどうなるんだろう。ここからどうなっていくんですかね。あ、お姉ちゃん帰ってきた。確かに、トトロのなんかあったかそう。あ、お兄ちゃんも行くぞ。なくなった宇宙じゃないんだよ。何？お父さんも私も、メイがそっちだなんて思っていないよ。メイがきっと、この森で見つけた。それはとても運がいいんだよ。でも、いつなんですよ。お父さん、いいことやな。まだ挨拶に行ってなかったね。挨拶ね。そうですか。
いいな、自然に行きたい、すごい。なくなってる。お父さん、なんかお父さんの声って誰だろう。かわいいお父さん。調べてみる。今日はとてもすごい動きがあるんです。例はお化けのトトロに出会いました。私は自分の愛からいいなと思っています。ピンライト。かわいすぎる。かわいすぎる、めいちゃん。
今日も雨ですね。今日も雨だね。もう天気。めいちゃん。かわいい。なんかこの子はカツオみたいだな、サザエさんの。ねえ、何好きなのかな、さっきから残した。何それ、全然。お迎え行く。照れてる。あ、ここって有名なシーンじゃない？わかんないけど。違うか。どうか。あとで。長靴か、履いてたな、小学校3年生くらいまで。そんなのかな。
姉ちゃん怒ってばっかりじゃん。もうすぐ。はい。隣に現れたら普通に来い。確かに。それもある。かわいい。かわいいって言ってる。なんで喜んでるの？かわいい。なんか来た。トトロ専用バス？なんかくれた。猫バスってやつか。あれ、傘持ってっちゃった。おい、画面が。どんぐりなの？みんな目と口が開いてる。Thank you.
かわいい、二人とも。私もトトロに会いたい。お母さん、まだ胸がドキドキしているくらいです。とても不思議で、とても楽しい一日でした。それに、トトロの胸が上がっているので、子供晴れているので、昼の仕事を配ってやる気でした。うちに帰ってから遊びになった。本当だ。どんぐりいっぱい。なんか来た。え、かわいい。傘返しに来たのかな。めっちゃ飛んでるけど。お父さん落ちてんの？すごいすごい、森にあったってよ。めっちゃ鳥肌立ってんだけど。え？怖いよ。こんな生えるの？え？こんな生えるの？お父さん気づいてない。げコマ葉っぱ食べ
だって飛べるの。確かに夢なのか現実なのかわかんないね。おばあちゃんの畑に行って、魚の山みたいにね。おやすみ。お母さんも気持ちいいの？もちろんさ、お母ちゃんの畑のもの食べて、どんどん気持ちになってきます。今度の土曜日、お母さん帰ってくるの。ねえ、お布団で一緒に寝るんだよ。おーくらい、いよいよ大変だ。ううん、まだ本当の大変じゃなくて、日曜日には病院が戻るの。もうちょっとお休みだって。おーくらい、みんなどんどん食べてるのなの。先方、ゆんだおさっぱた、おたくしおばあちゃん、お父さん、夕方まで帰らないの。あきずに何をそんなくいげんから。お、こんな、一個目。お母さんの病院からだわ。何かあったの？おばあちゃん、どうしても連絡しなくて。落ち着いて。お父さんの居場所は分かんのか？ケーキを使った番号は知ってるけど、でも電話がないの。今回、本気連れてきたみんな、電話かけてみない？
東京の第16号1382番です。みーちゃん、どこ行くの？かわいい。あんなに手を落とさんで、ばあちゃんが手伝いに来てやったから元気出すな。お父さんは病院に呼ぶと言ってんですよ。お母さん風邪がするんだから、いつも土曜に戻ってくるよ。
ここから？ここから？姉ちゃん。カンタ、すっごい声かけてくるんだ。ここからのお話の考察には諸説あるんだよね。そうなの？メイ、どこ行ったの？Thank you.
すごい、猫が座った。大人には見えないのか。メインになった。かわいすぎる。メイン、どんな遠くまで行っちゃったの？
やばい、泣きそう、いや泣きそう普通に。やばい、めっちゃ泣きそう。なんかジブリショップ行ったらめちゃくちゃ。おしまい。終わっちゃった。終わっちゃった。
めっちゃ泣きそうになった、なんか最後のシーンが良すぎて。なんかでももうちょっと長めに見たかったなっていうのはありましたが、普通に泣きそうになりました。そう、田舎に行きたくなったし、弟にも会いたくなったし、意外となんかトトロが出てる時間があんまりないなーって思ったけど、本当に今まで見たことなくて、私もなんかこんな物語だったんだっていうのと、本当に子供の頃にしか見えない生き物なんだなって、トトロが。思った。でも私もそこの町に行きたい。私もなんかトトロに会いたいなって思った。なんかめちゃくちゃほっこりした映画、ジブリでした。いつもさ、結構なんか何気に考えさせられるジブリ作品ばっかり見てきたじゃないですか。だからなんかこういうほっこりする分かりやすいストーリーのお話を見ると、すごいほっこりするし、あと可愛いのがすごい好きだから、可愛いってなった、めちゃくちゃ。あとさ、ちゃん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 ってやつがすごい聞いたことあるんだけど、なんか最後のなんかエンドロールみたいなので、これの音楽が載ってなくて、すごい、なんだろう、あの曲って今なってる。でもなんかジブリってなんかああいう歌出てきそうだよね。そう、よく聞くやつ。ジブリランキング変わったかって？なんかもう順位つけたくないかも、正直。でも隣のトトロがなんかこんなに愛される理由が分かりました。すごいほっこりするし、なんかもう憎めないキャラクターばっかり。でした。そう、まず何よりトトロが可愛いよね。わかるぜ。いやでも1位はラピュタかもしれない。なんかいい意味で私をワクワクドキドキハラハラさせてくれた。そう、悪い人が出てこなかったから、なんかとてもピヨピヨピヨな気持ちでなんか見れたかなっていうのは思いました。そう、猫バスも可愛かったけど、私は一番トトロちゃんが可愛かったかなって思う。でもこの隣のトトロの考察を今から見ていきたいと思います。
いつもなんか時間でもさ、トトロってさ都市伝説とかあるんでしょ？なんかよく聞く。トトロは都市伝説がどうたらこうたらっていうの聞きますが、見ない方がいい？何？見ないまますっきり終わって、夢がなくなるの？見ない方がいいの？そんなことやれたら見たくなっちゃうじゃん。まあでも考察に見る映画でもないような。悲しくなる？嘘。公式でないのがたくさんあって、じゃあ人が作った架空の考察としてみようかな。ちょっと待って、イヤホンどこ？間違えた。よいしょ。なんかいっぱい投げてくれた、誰か。皆さん、もし山のチャレンジからもらえる山のギフトを持ってる方がいれば、投げてくださると嬉しいです。もう見ようとしてロープ変えとくか。山ありがとう。私のテロップ、山のギフトに目を輝かせてます。まあ都市伝説は言ってもただの人が考察したやつだったりとか、まあただの伝説に過ぎないと。思うので、まあ興味本位で今から見ていきたいと思います。ただいま122個。まだ122個？ごめん、ちょっとびっくりしちゃった。みんないっぱいありがとう。映画「となりのトトロ」にまつわる噂の真相とは、続編があるって本当？気になるトリビアを考察っていうのが発見したので。
いやでも私はこの作品を純粋に見て、もう都市伝説があるなんて思えないから、なんか人が言ってる一理だと思って私は見ます。さつきとめいは企画段階では当初一人の女の子であったが、へえ、そうなんだ。トトロが死神説があるんだ。でも死神説は公式で否定されてるらしいから嘘ですね。続編ではないのですが、「隣のトトロ」にはスピンオフ作品があります。それが2002年に制作された「メイと子猫バス」です。この作品は隣のトトロに登場したメイが新キャラクターの子猫バスに出会う物語を描いた上映時間約14分の短編アニメーション。この作品は映画館では公開されておらず、三鷹の森美術館限定で上映されている作品です。そうなんだ。三鷹の森美術館に行った時に見ないと。これは。トトロは驚いたことに洋画デビューも果たしていることはご存知でしたか？しかもその作品というのがなんとディズニー映画トイ・ストーリー3、トイ・ストーリーに出てるの？セリフはないのですが、オートトロがボニーの部屋のぬいぐるみとして登場しています。へえ。出番も複数回にわたって存在し、おなじみの歯をむき出した笑顔を見せてくれるシーンもあります。そうなんだ。へえ、すぐわかるの？なんか中国とかでも公開されてるんだね。そうなんだ。なんか別のサイトの考察を見てるんだけど まあさっき死神だったみたいなのを私が言ったじゃないですか。それになんか乗っかって、ラストでトトロと一緒に母親がいる病院を訪れるサツキとメイなのですが、なぜか実際に対面しているのは父親だけで、サツキとメイは病院の近くの木の上で座っているのです。しかも母親はサツキとメイが座っている木の方向を眺めながら意味深な発言をするのです。今サツキとメイが笑ったような気がする。普通に離れた場所で元気に暮らしているのであれば、このような発言をするのはあまりにも不自然です。そして木に座っているサツキとメイの姿にも母親は気がつきません。つまりサツキとメイは見えない存在になってしまったと考えることができます。いやでもこれはさ、あれじゃないの？私はそのサツキとメイがお母さんにトウモロコシを届けなかったのは、いや私の考察ね、これあえてだと思うんですよ。なんかあえてお父さんとお母さんが仲良く2人で会話してたから、あえて近くにお母さんへみたいな感じでトウモロコシを置いて、でそれお母さんもさ、受け取ったらさ、あ、さつきとめいが届けてくれたんだな、あ、どこかで
あの木のところでサツキとメイがなんか笑ってる気がするみたいな、いやそういうことだと思ったんだけどさ、私は違うの？ そうそう、空気を読んだんだと思う。だってお母さんの表情を見て、あ、お母さんは重大な病気じゃなかったんだ、全然本当に大した風邪なのかもしれないって思って、お父さんと仲良く話してるのを見て、なんか安心した上でのあのトウモロコシの置き方だったんだと思う。普通に私が思う私的な考察はね、実は2人とも山で遭難して亡くなったので山の神が魂を運んだ説で、めちゃくちゃこじつけじゃん。 いや私はこういうふうに受け取ったよ。 隣のトトロの都市伝説、メイが行方不明になる事件はある誘拐事件をもとに作られていた。そうなの。1963年に埼玉県で起こったなんとか事件と、隣のトトロでメイが行方不明になるシーンに共通点があることから、実はあのシーンは事件が関わっているのではと噂があります。その共通点というのは、隣のトトロの舞台は埼玉県所沢市である点、そしてなんとか事件が発生したのは5月、さつき、めいと関連づいている点が挙げられます。へえ、なんかこれは本当っぽい。確かにどちらとも5月だね。さつきとめいって、確かに確かに。七国山病院ってあれなんだね。モデルが所沢市にある八国山病院っていうところがあるんですね。千と千尋の神隠しに登場するすす渡りと、隣のトトロに登場する真っ黒クロスケは同じ生き物である。千と千尋の神隠しに真っ黒クロスケみたいなやつあったっけ？すす渡り。ねえ、やばいやつがあるんだけど。隣のトトロにまつわる都市伝説を貼っておきます。猫バスが病院に行く時、サツキとメイはすでに死んでる。トトロは死神。1960年代に起きたなんとか事件がモデル。お父さんはうつ病、お母さんは末期の結核患者。物語は全てお父さんの妄想。やばくない？なんでそんなひどいさ考察しかできないの？ やっぱカマジーのとこにいた、あ、カマジーのところにいたのがすす渡りって、ああ確かに、なんか真っ黒クロスケみたいなのいたね。確かに。有名すぎる作品にはさすこじつけっておかしい話をまことしやかに語る輩が後を絶たないですね。いやでも私はあれを見た上でそんな変な考察はしない。だってこんなの絶対誰かがさ、
決めつけたやつでしょ。今日は映画見てるリラちゃんの表情が優しかった。なんかすごいニコニコできた今日は。なんかいつもだったらなんか次なんかちゃんと見てないと次の展開がわからないすぎるし、なんか頭でちゃんと考えないとなんか本当に話に追いつけないから、結構いつもまあ見てるっちゃ見てるけどめちゃくちゃ考えながら見てるんだけど、なんか今日はすごいいい意味でなんか何も考えずになんかほっこりとした気持ちで見れました。なんか思わずちょっとにこやかになっちゃったりとか、なんかすごく素敵な気持ちで見れた。確かにランディが子供のように笑ってたね。笑うよあれは。え、ポニョ見たい。ポニョ次何見る？なんかこういうちっちゃい子が出るやつとかなんか可愛くてめちゃくちゃ癒される。実際に癒されました。魔女の宅急便も同じ気持ちで見れるよ。何見ようかな次。5月は何見ますか。カリオストロの城も見たいし、なんかなんなら風立ちぬとかも見たい。なんか最新作っていうの、まあ割とジブリの中でも最新のやつじゃないですか、風立ちぬとかって。先になんか有名なやつだから魔女の宅急便とかなんか仮暮らしのアリエッティとかを見るのも いかなって思ったし、何見よう。見たいのがみんなとね、みんなと一緒に見たいのが多すぎてなんか何から見ればいいかもう分かんない状態。でもとりあえずマストで見たかったものは全部見ることができたので、何見ようかな次。カリオストロの城はマジ最後の最後におーってなるで、見たいな。カリオストロ見ようかな次。ラピュタは見た。天空の城ラピュタは見ました。もののけ姫もまだだね。いやカリオストロ見よう次。城系好きだからさ私。白系で一番になる可能性である。本当に？じゃあカリオストロ見ようよ。え？カリオストロの城ってジブリじゃないんだっけ？じゃあやめよう。待って、あのジブリから見たいんだよね私。ルパン三世のやつなんだっけ？やばい。あ、ちょっと待って、ルパンじゃないわ。じゃあカリオストロの城ってルパンなんや。じゃあジブリから見たい。ジブリ見ようってから見よう。
何見ようかしら。思い出のマーニーとかも面白そう。小栗旬坂からって有名じゃないの？猫の恩返しも見たいんだよな。耳を澄ませば。何見る？何見る？ 何見た方がいい先に、それをさ、教えてほしい。アンケート取る？めっちゃ長くなりそうだな。何でアンケート取ったらいいじゃん。気楽に見るなら魔女宅とか。魔女がいい？魔女って何？ 出た順番？かゆ。魔女の宅急便？ああ、魔女の宅急便が多いな、でも。ここまで基本策は抑えたので、ここからは意見分かれるだろうな。確かに 確かに。じゃあ魔女の宅急便見ますか、次は。魔女の宅急便も素直に見れる作品。じゃあ魔女の宅急便にしよう、5月は。5月は魔女の宅急便にしましょう。なんか魔女がすごい多いので 5月の初めのジブリ鑑賞会は魔女の宅急便6回目ですね。今日が第5回目だったので、第6回目はみんなで一緒に魔女の宅急便を見ましょう。そうね、ゴールデンウィークのさ、いつ見れるかしら。5に見れたら見たいよねっていう感じではある。どうだろうね、5か8か。5か8か、まあどちらかに見れたらなと思ってます。5か8。102分。OK。魔女の宅急便を見たら握手会でコスプレするメンバーが多い理由がわかるかも。そうなんだ。
猫の恩返しは耳をすませばの前に見ては絶対にダメ。そうなの？話つながってんの？多分ね、借りられると思う。ツタヤじゃないところに行けば。そう、水曜日、5月5日か5月8日に見れたらなって思います。トトロと一緒に借りといてよかった。魔女宅？嘘、もう借りたの？でもあれじゃない？5月5日までに見れなかったらまた借り直ししなきゃいけないんじゃない？リボンつけたいし、魔女宅？ね、早いね、すごい。じゃあ、5月5日か8日は、魔女の宅急便ということで、皆さんよろしくお願いします。まあ、5に見れたらいいね。ということで、まあいろんな考察があるっぽいけど、私はそんなことはないと思うので、もう純粋にね、この作品を受け入れる。赤いリボン、赤いリボン持ってないな。赤いリボンのアクセサリー持ってないな。でもね、今日もね、皆さん見てくれて一緒にありがとうございました。すごいよかった。でもやっぱり天空の城のラピュタ、天空の城ラピュタが私がジブリ作品で一番は変わりないかもしれない。もちろん全ての作品好きなんですけど、なんかラピュタはすごい、なんか私がもう喋る間がないくらい、本当になんか喋る間もないくらいに見入ってしまったっていうのと、なんかコメント欄が、そう、まあ過去5回、まあ今日含めて5回やってきたけど、コメント欄が一番なんかダダダダダダって来てた。なんかコメント欄もすごい盛り上がってたっていうのも含めて、ラピュタが私的には一番だったかなって思います。バルスでツイッターが落ちるくらいのパワーがあるので、そう、ラピュタかな。だから一番は、バルスはサーバーテストさ、言われた。マジ。を今確認したところ、山のギフトが281個投げてくださってるみたいで、皆さんがありがとうございます。嬉しいね。チャレンジからゲットすることができますので、山の
山ってテントみたいなやつ、そう、テントみたいなやつが山で、海がなんかビーチみたいな、ありがとうございます、海がなんかビーチみたいなやつなんですけど、私は山が 山が欲しいので、ぜひチャレンジから8個くらいゲットできるらしいので、山よろしくお願いします。でもなんかすごい、もう達成している人がいてさ、すごいんだけど、何事ですかね なんでなんで、すごいなんかさ、海派か山派かみたいなのが見れるんだけど、すごい。私海とも山、まあ、山派っては言ったけどさ、別に海とも山とも一言も言ってないのに山派になってる、勝手に。なんでだろう、山が多いからかな。でもなんか AKB グループでなんか海派 VS 山派みたいなのがあるんだけど、山が多い、山が1万5000で海が1万、微妙でもないけど結構5000くらいの差で山が多いですね。電話番号認証で登録してないと反映されないらしいので、皆さん電話番号認証はしていただけるとありがたいですかね。よろしくお願いします。みんなお肉食べたいって言ってるね。マジ？ゆうちゃん結局何にしたんだろう。すごいいっぱいありがとうございます。ゆうちゃんって山派？山か、ゆうちゃん。そう、目標は2人で美味しい松阪牛を 食べようっていう話をしておりましたので。山だよね。総数どこで分かるの？なんかね、トップのさ、バーナーみたいなところにさ、なんか山派、海派みたいな、イベントページみたいなのがあるんだけど、そこで、なんか AKB のページがあって、そこで見たら、なんか山派か海派かっていうのが分かる。感じになってます。そうそう、 AKB の方で、すごいなんかさ、その投げた、どんだけ投げたかみたいな、視聴者ランキングみたいなのもなんか出てるんだけど、すごいね、ミリアちゃんがさ31位にいるよ、 AKB の方で。投げた個数で順位で、すごい。私は多分今300くらい、まだ更新されてないか分かんないけど、バーナー？お肉だけにバナーだよ バナーね ごめんなさい
アビスボックスさん75位、ジュンフナさん75位、オノピョン75位。最近笑い方が気持ち悪いのもちょっと直したいんだよね。すごいランキング書かれてる。私もチャレンジでゲットしとこうと。すごい、でも8個だけかなと思ったら16個くらいもらえる？これもしかして。あ、違うのか、ヤマハ海派で分かれてるのか。なるほどね。ありがとうございます。みんないっぱい嬉しい。無事に。お肉ゲットできますように。海山角8個かな、そういうことか。そう、無料のやつがオレンジいいやつで、紫やつが1個100円くらいするやつ。いっぱいありがとうございます。私のお肉のために ありがとう、いっぱい嬉しいです。ちゃんと届いたお肉はみんなの前で美味しくいただきます、します。ということでね、この辺で本日の歌を歌いますかね。あ、そう、5日までだったと思います。ドボンはまたツアーが終わったらやります。盛大な飯つる待ってるね。しっかりあれもあるんで、お肉焼く、なんだっけ、鉄板 鉄板もありますので。今日は何歌おうかな。何歌ってほしいですか、本日は。トトロ トトロ歌えへん。何が良いかいな。猫っぽい歌。ミスユー。ミスユーって何？猫っぽい歌。猫アレルギーないんだよね、多分。お化けの歌。今日は肉の日。公園で傘持ってるやつ。スコールもない、多分。
がいいかな。スコールないんだよね。何がいい？じゃあとりあえずなんか明るい曲歌いますね。スコールあったらよかったけどね、公演曲だからないんだよ。ということで、じゃあ本日はこの歌を歌いたいと思います。どうぞ。イエーイ。ということで本日の歌は春の光近づいた夏でした。ありがとうございます。ということで、まあもう今の時期にぴったりな感じの曲になってますが、春の光近づいた夏。明日はお話し会がありますので、何時からかな、1時半くらいからだっけ、お話し会がありますので、まあ金曜日で、明日は平日になってしまうんですけれども、新しく買ったワンピースをですね、この日まで着るのを我慢してましたので、それはその服を着てお家から皆さんお話し会がね、顔を出してくれたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。いっぱいね、最近の近況であったりとかお話ししましょう。よろしくお願いします。そして明日は夜が、ショールームができるか危ういので、朝にやりたいと思います。でも激早起きなんでマジで激早起き、何時かになるかちょっとまだ計算してないんで、またメールします。お話し会のちょっと準備だったりとか、まあ朝やろうかなと思うので、6時希望、まあでも6時ぐらいになると思います。6時くらいかな、多分6時くらい、7時はない7時はないので、6時か5時半か、まあ多分みんな寝てると思うので、起きてる方を見てください。夜も、まあ、できたら熊本の前日なので、まあ、見どころとかまた何か話すことができたらなって思うので、まあ、とりあえず朝やりますが、夜もできたらまたね見てください。よろしくお願いします。ということで、この辺でランキングを見たいと思います。13位梅こぼちゃさん、アットマークうなとりランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして12位がアリスガオさん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして11位がトリオジさん、ありがとうございます。そして10位がアイスカフェさん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして9位がトシさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位がファミパンさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして7位がズーさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして6位がジュンフナさん、アットマークリラン中、
イエーイ、ありがとうございます。そして5位がアビスボックスさん、ありがとうございます。そして4位がサンダーバード2号さん、ありがとうございます。そして3位がオノピョン、ありがとうございます。そして2位がヒガッチさん、ありがとうございます。そして1位がミリアちゃん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。ということで、皆さん本日のねジブリ配信と、ギフトいっぱいありがとうございました。5月5日まであるので、2000個達成まで一緒に頑張ってくれたらなと、思いますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いします。ということで、また明日の朝会いましょう。ということで、この辺でさよならに、バイバーイ、またね、みんな、ありがとう、見てください。